スノーマンは11月16日、17日、北海道に続いての2都市目となる愛知、バンテリンドーム名古屋、名古屋ドームにてライブを開催。2日間のライブを終えたスノーマンはグループ公式インスタグラムのストーリーズにて、公演終了のメンバー集合ショットを公開。愛知アルファベットのシルバーバルーンを持ってのメンバー全員集合の記念ショット。左からパーカーのフードをしっかりめにかぶり顔の前でピースをする向井浩二、グッズのヘアバンドを首にはめる深澤達也、髪の毛をヘアバンドでバッチリ上げる阿部亮平、H のバルーンから顔を出す渡辺翔太が前列でしゃがんだ体勢で位置している。続いて、後列は全員スタンディングで、左からヘアバンド&胸元の空いたインナーでオフ感が強い目黒蓮。キリッとした表情&指先まで綺麗に伸びたピースで決める宮舘涼太、アルファベットバルーンの C を抱えてピースする佐久間大介、ヘアバンドをつけながら下ペロでカメラを見つめる岩本照、1のバルーンに自身のヘアバンドを乗せたラウールという具合に並んでいる。